ヒナの巾着は、豆目、ヒメハギ科ヒメハギ属に分類される一年草の一種。和名は、小さくて可愛らしい果実の形態を巾着に見立てたことに由来する。茎は、基部から分岐し、隆起線があり、高さは7から15センチメートルで、無毛、全草で、ほとんど無毛。葉は薄く、1から2体の側脈があり、長さ1から3センチメートルで円に、鋸歯はなく、毛がある。卵円形、または楕円型で、先が尖るものから、丸いまのまであり、基部は急に細まり、葉柄は長さ2から8ミリメートル。草状花序で、多数の花が茎及び枝に頂きなし、果軸とともに、長さ8センチメートル。花は黄色がかった薄紫色で、長さ約2ミリメートル。側萼片は楕円型で、花弁状、花弁は3個、花苞の1個は、先が棒状。花期は7から10月。果ては片側につき、直径約3ミリメートルの楕円型で、翼はない。種子は黒色、長さ約1ミリメートルの楕円形。表面にほの毛があり、先端に小型の仮種皮が付きありにより散布される。日当たりの良い山状の草地に生育するヒナの、巾着東アジア、東南アジア、インド、ヒマラヤ、シベリア東部の団体から熱帯の地域に分布する。日本では本州、四国、九州に分布する。福島県田村市滝根町の阿武隈洞では2014年9月に総計1000から2000個体の大規模な個体群が確認されている。山地のふもとなどの草地に生育する。花崗岩の地質でも生育が確認されているが、土壌が乏しい石灰岩地で安定した。個体群が維持されやすいと考えられている。日本では環境省による第4次レッドリストで絶滅危惧 IB 類の指定を受けている。絶滅危惧 IB 類以下の多数の都道府県でレッドリストの指定を受けていて、絶滅が危惧されている種である。国立公園と国定公園の特別地域の指定種に選定されていて、その区域での採集が禁止されている。ありがとうございます。